イルマリオカは日本のバンドフォローメローのボーカル。作曲家。所属事務所はライブラボ。2008年ファーストアルバムイルマ発売。自主制作プロモーションビデオバニラが MSN 主催イカ店2008のベスト PV 賞にノミネート。国外からの人気が高く2009年よりロシア、スイス、メキシコなど国外での演奏活動を開始。 2010年メキシコの7都市をめぐるツアーを行う。同人音楽サークルホローメロを立ち上げ、童話をモチーフにした楽曲シリーズを展開。また楽器メーカー、ロランのデモンストレーターとしても活動していた。2010年12月にアルバム、クリムゾンプリンセスを発売。発売記念として、グアガラハラやグアナフアトにてワンマンライブを行う。 2011年より作曲家としての活動も開始。2011年7月、フランス・ジャパン・エキスポにゲスト出演。2012年4月、アメリカ・シカゴでのアニメ・セントラルにゲスト出演。2013年3月、PSP 英国、探偵ミステリアで音楽を担当。4月、ハワイでの可愛いコンにゲスト出演。2014年2月、青木美佐子を茶会に出演。 3月妖精帝国ライブ、ジェジェナングラフ女性限定でのオープニングアクトを務める。2014年7月ギタリストのネムとバイオリニストのジルと共にバンドホローメロを結成。2014年8月ソロ名義でアメリカアリゾナサボテンコン、11月フランスパリパリ漫画へゲスト出演。2014年12月フルアルバムリインカネーションを発表。 2015年中国ウェブアニメ主題歌、覚醒の夜を制作。同年7月アメリカオクラホマ東京インタルサに、ホローメロを名義にて、ゲスト出演、バンドとしてのアメリカデビューを果たす。2016年4月フルアルバムチネマファンタジアを発表。2017年5月カナダアナメナースに出演。2018年4月アルバムガトーショコラカタルシスを発表。 同年8月アニメを働く細胞エンディング曲、チアーズにオーケストラルプログラミングとして参加。2020年7月、レオナアニマミュージックビデオにピアニストとして出演。没落貴族。長い金髪が特徴。甘いものが大好き。ゴシックやロリータ的な衣装が多く、自らの幻想的な音楽も合わせて、幻想系シンガーソングライターやダークメルヘンアーティストと称している。 ファンの呼び方は、バラのつぼみ好きな音楽家は、病ク、バレンシア、サラブライトマンなど、いつも熊のぬいぐるみのを持って歩いている。バンド名は、ホローメロー。ダークメルヘンバンドと称している。イルマ、ネム、ジルの3人編成である。ギタリストネムは、イルマ・リオカのソロ時代からサポートとして活動。バイオリニストジルは2014年より加入。 ゴシックバンドローズのワールと兼任している。2018年脱退。オメルタ沈黙の起きて黄昏アンダルシア英国、探偵ミステリアミステリアス、パレードオメルタ沈黙の起きて断罪のマリア、ラカンパネラ英国探偵ミステリア。ありがとうございます。